では続いての発表者をご紹介いたしますプレゼンテーションをしていただきますのは北海道東北エリアの予選地域からご参加いただきました宮下政策研究会の皆さんです作品名はターゲットマーケティングによる防災研修旅行の創設です ご準備はよろしいでしょうかそれではプレゼンテーションスタートですそれではこれより宮下政策研究会の発表を始めさせていただきます発表者は研究会の柴田亮太ですよろしくお願いいたします提案のタイトルはターゲットマーケティングによる防災研修旅行の創設ですでは始めさせていただきますこちらは東日本大震災の被害の概要になりますこの場で詳細には説明いたしませんが 宮城県沿岸部は大きな被害を受けておりますまず被災による人口や産業まあ、その他の影響について見ていきたいと思いますこちらは被災し市町市町村の人口の減少についての図になります仙台市を除く沿岸市町村では震災から人口の減少が一層大きくなっていることがわかると思いますこの人口の減少は特に生産年齢人口及び年少人口で減少の割合が大きくなっています こちらは産業への影響です被災程度が特に大きかった三陸沿岸市町村では企業数が半減しており宿泊業飲食サービス業の割合が下がっていますここからわかるのは復興で建設業などの需要がある一方で人口の減少がサービス需要の低下を招き特に宿泊飲食サービス業の存続が難しくなっている現状ですまた被災地特有の課題として土地利用の難しさであったりまた震災の記憶を後世に伝える という重大な使命を持っておりますここで課題分析のまとめです人口の減少サービス需要の低下被災地特有の課題から宮城県沿岸部の復興地方創生には交流人口の拡大がキーになると考えましたここから交流人口の拡大可能性について少し深掘りしてみていきますこちらは被災地の産業別売上高の図になります一番上が被災地の図に、グラフになります 被災地では明らかに上位業種に偏っておりより多様な形でお金が落ちる仕組みを作ることが重要であることがわかりますこちらは宮城県全体と三陸沿岸圏域の観光客入り込み数の推移です沿岸圏域の観光客が回復していないことがわかると思いますまたこちらは日本産経のある松島町、石巻市、気仙沼市の延べ宿泊者数の推移です え見てわかる通り松島町と他の西は10倍近い開きがございます位置関係を考えた時にもう一歩沿岸の方まで来ていただけるような足を伸ばしてもらえるような動機づけこれが重要になると考えましたここで宮城県が今力を入れているインバウンドについても分析をしております復興庁の資料からはまだ伸びしろがかなり残っていることがわかると思います こちらは提案として具体化するにあたりキーワードをスウォット分析で整理したものになりますこれを踏まえてどのような提案を行えば良いかまとめてみましたまとめとしては宮城県沿岸部の観光には伸びしろがまだある一方で食や景色といった強みによる差別化は難しいと感じたことから防災意識の高まりなど今しかない機会を活かした提案を考えることとしました そこで考えた提案がターゲットマーケティングによる防災研修旅行の創設です従来的な受け身の施策ではなく被災地でしかできない体験パッケージをアピールすることで観光地かつ研修地としての認知を図りさらなる展開をさせますターゲット市場については防災,研修え防災研修旅行の需要層には自治体 NPO 一般企業収穫業などが想定されますが安定した需要があること その後の展開可能性また震災の記憶を風化を記憶を風化させないという使命を考えた時に、まあ、修学旅行が適切ではないのかと考えました次に実際に日本の学生がどこに修学旅行に行っているか公立学校のデータを調べましたこれは縦軸が出発地横軸が旅行地になっておりますそこでではは中学,旅行で中学校では隣接地方に 高校ではさらに離れた地方に行っていることがわかりましたこちら高校の表になります、えー、高校のデータでは東海伊勢の地方からは北海道に修学旅行に行く高校は多いものの東北に来る高校は少なくなっていますよってこの層の高校が東北に修学旅行に来るにあたり、えー、距離や費用というものがネックにはならず内容をさらに充実させ被災地でしかできない体験を提供することで、えー、シェアを獲得できる見込みがあると 考えました被災地でしかできない体験の例としては自治体と連携した訓練体験震災以降復興記念公園の見学語り部との交流 VRAR 技術等を用いた被災前後の比較体験東北大学災害科学国際研究所の特別講義復興リードするまちづくり団体との交流などが考えられます。 また学びの内容を充実させても伝わらなければ選んでもらうことはできません想定される高校には旅行前旅行後の手厚いフォローを行うことを直接伝え営業活動を行います具体的には先生向けのプレツアーの開催出前講座による予備知識の導入旅行から帰った後には自分の町でどのような防災ちづくりができるか等をテーマにしたワークショップのコーディネートを行い学びをさらに昇華させます 宮城県内の高校との長期的な関係づくりにも着手します現在宮城県では市町それぞれで取り組みが進んでいるもののパッケージ化されている状況ではございません被災地での体験と仙台県の観光地としての魅力が補完し合うことで選ばれる研修旅行を創設していきます今後の展開についてですがこの施策はこれのみで大幅に交流人口が増加するものではありません 情報発信力に長けた高校生が SNS 等で発信したくなるような仕掛け、えー、研修パッケージを企業、自治体、NPO 向けに練り直し横展開を行う、現在宮城県が力を入れているインバウンドとの連携、これらを合わせて行っていくことで交流人口の拡大を目指します。最後ですが、宮城県では東日本大震災からの10年間を復興期間としています。この提案は被災市町の10年後、20年後のため、 復興期間終了後を見据え今着実な一歩を踏み出すための政策になります、えー、今この場で聞いていただいた皆様にはもし少しでも宮城県にえ興味を持たれましたらお越しいただけますと幸いですこれで宮城政策研究会の発表を終わりますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれでは質疑応答に移らせていただきます審査委員の皆様ご質問は、はい、大津様よろしくお願いいたします ごご提あありがとうございますあの私自身が麻生南阿蘇村というところから来ていましてあの被災地でももちろんありますそれであのこういう産業復興そして被災地ならではのあのアイディアっていうのは本当に素晴らしいと思う一方で日本全体が今活発来ていますが災害多発国なのでこう結局競争になっていく。 災害が起きたところがみんな研修できますって言い出したらそこが競争になるのではないかその時の売りが何かっていうことが一つと逆にまあちょっとアドバイスというかリクエスト的なあのコメントなんですが災害から時間が経っていてその災害を機に今シェルター機能があるもしくはその特にあの学校や自治体をターゲットにする場合 えー、沿岸部はまた津波が起こりうるじゃないですか例えば熊本の地震の場合もう次400年ないとか言われてます分かんないですけど、えー、一回災害が起きたところでまた起きるんではないかという懸念を絶対的に学校側とか自治体さんは持たれると思うのでもし来ても大丈夫みたいなあのこういう場がある逃げ場があるもしくは防災機能があるっていうのを強みにしていかないい,いくだけの措置と時間があるのかなというふうに思いました。えー、他の被災地 同じことを考えた時の売りというものが、もし何かありましたら教えてください。えっとですね、ほ、えー、の被災地の、まあ、売りという言い方をするのもあれなんですけれども、あの津波によって、えー、自治体というかその市町村の機能全てが失われる、まあ、そういう体験をしたところっていうのは、他の震災では少ないと思います。あの特に宮城県の場合は沿岸全て ほかに複数自治体にまたがって、えー、全てを流されたっていうのは、えー、少ないと思いますし、まあ、津波自体が少ないですね日本国内ではっていう部分があるかと思います。えー、とあとともう一つの学校をターゲットにする時、えー なんですか不安払拭するようなっていう話なんですけれども今沿岸自治体の方では、まあ、もちろん住民向けと外から来た人向けでもあるんですけど津波避難タワーであったりとかもともと東日本大震災が起きた時に避難先になった、えー、例えば小学校とかを震災以降として保存しもし有事の際は逃げられるようにっていうような取り組みをしている自治体もございます。えー、今あの発表のののの中中ででもあありりました通り、まあ、こういういやるのであればその中身は 相手先の先生方学校の方々と共同して多分作っていってもっとこういうところに直したらいいよという意見ももらいながら共同して作っていくことが必要になると思っていて、えー、まあそういう時こう先生向けにさっきプレツアーを行うとも言ったんですけれどもそういうのを開催してまあこういうリスクはついてはこういう対応をしていますというお話もできればいいのかなとは思います。では田様お願いいたしますあの 実際に被災地に行くとですね感じるものいっぱいあるし大川小学校とか行くとやっぱりここでやっぱり亡くなったんだなとかいうのは感じるもの多いと思うんですが高校生目線から見るとですねやっぱり修学旅行ってめちゃめちゃ楽しみにしてるものなのでそれでいきなり被災地って辛い思いをいろいろ感じてねって言われても高校生から見るとですねすごい不評になる可能性があって。行行けばばいいんですよ行っちゃえば 感じるものがあるんで結果大丈夫なんですけど行く前にえー、修学旅行遠くとかなるのでそこの解決策をなんか持ってませんかねえっと私もこれを考えるとき、えー、最初の選択肢に入ってないと思うんです今東北というのがその被災とか関係なくですねかえっ、ー、とタ、えー、選択肢に入ってない状況でまずそこにのテーブルに乗せることがまあ重要だなと思ってましたあの積極的なターゲットにアプローチし、えー っいううとところがあったと思うんですけれども、まあ、最初に先生の不安を払拭するとかあと出前講座予備知識を導入するっていう部分ありましたけれども、まあ、そこで被災あったこと、まあ、事実だけ並べてもあれですのでここに来ればこういう学びがありますこういう楽しみがありますっていうのはアピールしていきたいかなとそれにそもそもあのこちら被災地だけ回る修学旅行では基本的に多分ないと思っていて仙台とか。 松島とかあそういう観光地もおそらく回ることにはなるだろうとは思ってますのでまあそういう魅力も発信合わせていければいいのかなと思います他にご質問はございますでしょうかよろしいでしょうかでは質疑応答を終了とさせていただきますありがとうございました